皆さんこんにちは、小林哲也です。今日は萌香ちゃんと一緒にレッスンをしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。もう、まあ、この今撮影しているのが、まあ、プロテストの二次テストの1週間ぐらい前になりましたね。はい、はい、もう今あのね、何かこうどうこう直すっていうことをするよりも細かいお話をしていきたいと思うんですけども、ちょっとね、実はね、先週、先々週ぐらいかに萌香ちゃんから LINE が来て、おかしくなっちゃいましたみたいなねっていうラインが来たんですけども、はい、ちょっとね、その動画今あのビフォーで載せてるんですけども、はい、ちょっとその辺の含めてお話をしていきたいなと思います。で、萌香ちゃんの場合、これ見てる方も多いんですけども、ちょっとこうツッコミ癖がある方が多いんですよね。はい、で、どうしてもツッコミが強くなればなるほど、体だけが、ね、上半身だけがこうやっていってしまって、かかと重心ではなくてつま先でっていう風に行き始めちゃうんですね。で、そうなってくるとどうなるかっていうと、まあ、例えばこうやって普通に構えてもらって、でかかとでしっかり来てればお尻が残った状態でこんな感じで振れるんですけども、はい、それがちょっとでも突っ込んできて、例えばちょっとつま先ぐらいから行き始めると、ぐんとこう頭から膝よりも顔が前に出てきちゃう。で、そうなってくるともう投げる余裕がないから、全部こうやってきてこういう風に投げちゃうっていう風になって、タイミングが合わなくなってしまったりとか、まあ、うまく投げなかったりとかっていうのが多分ビフォー動画というか、さっきこう流させてもらってる動画にあると思うんですね。で、これの対処法、もうシンプルに言うと、はい、1歩目がね、萌香ちゃんの場合大きくなる時があるんですね。で、1歩目が大きくなるってことは、例えばこの長さがあった上で1歩目が大きくなるとどんどん詰まっていっちゃう、ね、要は歩幅がいつもよりもちっちゃくなるけど、体の上半身がもっと突っ込みが大きくなるってことは、逆に言うと足の方がちっちゃいのに、どん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 突っ込みが強くなってきちゃうっていうのが原因になってきます、はい、っていうのがあって、ちょっとその部分を意識してもらって、はい、ちょっと投球をしてもらいたいなと思います。特に普段はあんまりね、気にしなくてもいいんですけど、試合だったりとか、まあプロテストもそうですけども、やっぱりそれちょっと緊張した場面になってきた時に、やっぱりみんな焦りが出てくるんですよね、はい、で、この焦った時にやっぱり自分の悪い癖だったりとか、まあ、見てる皆さんもそういう突っ込んでしまう原因っていうのが、まあ、どこが悪いのかっていうの、悪いっていうのはどこが原因かっていうのをちゃんと理解できれば、それを改善することができるので、ちょっとその辺も踏まえて、ちょっと意識をして投球していただきたいと思います。じゃあ早速ですけど、投げていただきましょう。お願いします。はい、ということで、今まあ早速ね、投げてもらいましたけども、まあ、投げてきて、多分今までも何回かそういう話はちょっとしたことあると思うんですけども、はい、まあ、改めてこうやって意識して投げてきて、はい、ちょっとどうですか、変わった感じはあります？はい、なんか私の場合、歩き、転びそうになるというか、それがもうなんかあからさまに出るので、はい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 、それがなくなる、なくなるんだけど、めちゃくちゃ投げやすくなる。なんか前にね、一番最初に僕がレッスンさせていただくときに、動画でね、こう転んじゃうような動画ってあったじゃないですか、はい、ああいうのもやっぱりこう一つの原因で、どうしてもこうつま、体が突っ込んでいくと、どうしてもつま先重心になってきちゃう。で、つま先の重心になってくると離れなくなっちゃって、引っかかってしまって転んでしまう、転ぶような、そんな状況になってるする時があるので、特に萌香ちゃんの場合は
ちょっとこう焦れば体が突っ込むっていうのが一つの、まあ、悪い癖というか直さなきゃいけない点だと思うんですね。でこれをやっぱり普段から意識していくことで治っていくし、でその原因が一歩目をちょっと小さくするだけでも治るっていうのが分かれば、そんなに気にしなくてもいいんですよね。で、まあ、もう一個やっぱ細かいこと言えば、なるべく顎は一定の位置、じゃあちょっとこう、まあ、スパッドとかを見下ろした状態でね、こう上からこう下にこう見るような感じで顎をちょっと引いた状態でずっとキープしていく。やっぱり頭とか、そう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 、頭とかが動いてしまったりとかするとどうしてもこう突っ込んだりとかする原因の一つにもなるので、その辺も踏まえてちょっと意識をして投球していくことで細かい改善点で、絶対そのテストの時とかも難しいコンディションとか、はい、焦ってくるコンディションになってきた時にやっぱそういった癖が出てきやすいと思うので、ぜひねこの辺ことを思い出してもらって、そこを意識することで止めれます。うん、やっぱりその悪くなることは人間絶対あるの でその悪くなった時にどうやってそれを早く止めれるか、はい、どうやってその悪い原因を突き詰めて、次に生かせるかっていうのが大事になってくると思うので、まあ、その辺をしっかりと今の萌歌ちゃんの状況と考えながら、やっていただけたらテストきっと大丈夫だと思うので、ちょっと頑張っていただきたいなと思います。はい、はい、ということで今日はちょっとこの上半身が突っ込みやすい人の、まあ、原因と、まあ、対処法ということでちょっとお話しさせていただいたんですけども、また次回は、もっと細かい話、例えば天秤だったりとか、まあ、そういったルーティンとかちょっとそういったところも踏まえてこれで見てる皆さんもすごく大事になってくるかなと思いますので、あと2本ぐらいちょっと撮らせてもらうと思いますので、ぜひお付き合いのほどお願いいたします。はい、ということで今日は以上になります。それでは皆様ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。ありがとうございました。ここから始まる。